記者会見に臨んだ工事写真・エンカウント編集部。格闘家のコー35イコールチームワン、が26日、都内で格闘技団体、雷神の試合前記者会見に出席した。7月28日の、超雷神さん、埼玉、埼玉スーパーアリーナ、ABEMAPTV で全試合生中継、で行われる芦沢龍誠、29イコールフリー、戦を2日後に控え、 現在の心境を明らかにした写真美人すぎます彼女かと思った工事が公開した母親のツーショットはよし愛いたいはおじさんの前で話すことないは開口一番から工事節で会見場を盛り上げた工事と芦沢の来人での歴史は2023年4月に行われた来人41に遡る キックボクシングルールで行われたこの試合は芦沢が判定勝ちを収めた。今回は MMA ルールでの再戦となる。前回の対戦について改めて問われると前回は完全に彼の勝ちたい気持ちというか彼の作戦勝ちだと思うんで。なかなか打ち合えなかったですし、すごいうまいなって感じたんで、もう今は完全に戦えるんで、楽しみにしといてください。 1>, 1年前に僕が負けてストーリーみたいなのもあると思うのでリベンジして上に行こうと思ってますと語った。また、芦沢の印象については、ファイトスタイルの印象は特にないっすね。立てへんようにしてやろうと思います。バチバチ殴りますよと強気にまくしたてた。会見の最後には自らマイクを取り、僕ね、ほんまにすごくこう、感謝してるんですよ。今回もね、 すげえ応援団が来てくれるんで、35歳になって勝手に MMA 始めてやってるのに、みんなが応援してくれるって素敵やと思ってて、それをほんまに4万人、5万人弱の会場で、全国、全世界かな、見てくれてる人たち、何か届けれたらいいなと思うんで、35歳の挑戦をここで終わらせないんでねと格闘技への愛とファンへの感謝を熱く語った。5月の追加対戦カード発表記者会見では、 壇上で乱闘となり関係者に制止される事態になるなどこれまで数々の話題を呼んできた両者1年3ヶ月の時を経て4万人が見守るリングで決着をつける時が来た。